改正されるってことなんですよ。めっちゃめんどくさいじゃん。オラコマスタース、オラロゼッタです。皆様お元気でお過ごしでしょうか。さてさて、私一時帰国から帰ってまいりました。日本最高。というわけで、一時帰国ってまず病院関係行くのがメインですよね。歯医者とかね、眼科とか大事ですし、あと今回私運転免許の更新がちょうど時期が重なったので更新してきました。皆さんも運転免許の更新時期よくよくチェックした方がいいですよ。私結構ギリギリに気づいたからね。で、一時帰国の最大の目的っていうのが、私はメキシコに住んでるので、メキシコで買えないものを買い出しに行く。これが最大の目的でございます。で、今回、もちろん、まあ、免税でいろいろお得に買ったんですけども、今回ね、どの免税カウンターに行ってもね、この案内を見せられたんですよ。これ。あ、来年2023年4月から免税制度が改正されるのでご存知ですかって言われて、いや知らないですって感じで案内見てみたら、え、何、2年以上住んでる人しか免税できないのとか、その2年以上住んでるっていう証明書がいるっていう風に改正されるってことなんですよ。え、めっちゃめんどくさいじゃん。というわけで、来年から、まあ、免税制度が変わりますけども、私は、まあ、来年も一時帰国すると思うので、その時にですね、この免税制度どうやって向き合っていこうかなという内容を今回話していきたいと思います。今回話す内容はこちら。まず、まあ皆さんご存知だと思うんですけど、今まで免税するときに、まあ、どのような手続きを踏むか、何が必要で、どういうことをしちゃいけなくて、まあ、空港で日本を出国するときにどのようなことをしなきゃいけないのかっていうのを説明したいと思います。次に2023年、4月からですね、この、免税制度が改正されるんですけども、まあ、この改正にあたって私なりにちょっと考えたことをまとめたいと思います。まあ、攻略法まではいかないですけど、私が免税するんだったら来年以降どうするのかっていう話をしたいと思います。で、次にですね、あの免税とはいえど、私、まあ、お買い物するにあたって全部免税で買ってるわけではなくて、免税しなくても結構お得に買える方法っていろいろあるので、それを軽く紹介していきたいと思います。最後にこれ大事ですけども、私はメキシコに帰るので、メキシコの税関、メキシコの税関で何が禁止物で何が没収なのかっていうのをちょっともう一回復習していきたいと思います。それでは参りましょう。はい、ではまずですね、今2022年12月なんですけども、まあ、来年この免税の制度がね、改正される前に今までどういうふうにやってたのかっていうのをちょっと復習していきたいと思います。まずですね、国土交通省が出してる、観光省ですね、観光庁が出してる公式ホームページ見てみましょう。まあ皆さんご存知だと思うんですけど、まず対象者っていうのが、まあ、日本人の場合、まあ、まず、まあ、海外の会社に勤務する目的で出国して海外に住んでる人、まあ、2年以上海外に住むって分かってる人、もしくは、2年以上もうすでに海外に住んでる人っていうのが条件だったんですよね。私これ知らなかったです。はい。で、さらにさっきの3つの条件にプラス、まあ、一時帰国でその滞在期間が6ヶ月未満の人が免税を受けられる対象者ですよってことなんですよ。ほうほうほうと。で、次に対象の商品なんですけど、まあ、とにかくね、まあ、消耗品とかは、指定された袋。はい、これですね。これ。こういう袋あるじゃないですか。このね、ジャパンタックスフリーチョップって書いてあるやつ。まあ、なんでこの袋に入ってるかっていうと、私たちは免税で、まあ、消費税を払わないので、これを日本で使わずに、まあ、このまま封を開けずにね、国外に持ち出してくださいよってことなんですよ。で、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、ここのですね、公式観光省の、ホームページを見ると、消耗品に関してはですね、まあ、5000以上とか、まあ、50万以下とか、まあ、そういう縛りがあるんですけど、それよりも、その消耗品を買うと、30日以内に国外に持ち出さなきゃいけないので、なので、まあ、私、メキシコに帰るので、メキシコに帰る日から逆算して、消耗品は買わないと、まあ、この30日以内っていうルールが守れなくなってしまうので、ご注意ください。で、次に、まあ、いざね、免税をしようと思った時に、まあ、百貨店とかね、薬局とかいろんな場所があると思うんですけど、ちょっと脱線するんですけど、そのお店が
免税するにあたって手数料取ってくるかっていうのはしっかり見た方がいいと思います。例えばこのレシートだと、合計金額の 10% の560円を免税でもらえるはずが、このお店手数料がかかったので86円引かれて、実質私がもらえたお金は474円なので、ちょっと損するかなって感じなんですよ。で、話は戻して、この観光庁が出しているオフィシャルなサイトには、この免税店がどうやってお客さんに免税をするかっていうのが書いてあるので、こっちの方が分かりやすいので、このサイトを見ると、まずお店の人はお客様にパスポートを見せてくださいって言いますよね。で、次に非居住者であることを確認しますって書いてあるんですけど、私ね、いつも免税するときにメキシコだったら FM3 ね、在留カードビザですね、あれを見してって言われたのは今回まあ1回しかないかな。何件も免税行ったけど1回だけ在留カード見せてくださいって言われて、その他は見せてないので、このね、非居住者であることを確認するっていうことはあんまりしてないお店が多いのかなっていう印象がありました。で、ここで、まあ、有名ですけど、パスポートって今、自動化ゲートを利用する非居住者の方へってことで、まあ、自動化ゲートになったので、有人カウンターでね、入国のスタンプをポンと押してもらわないと、あの、入国の証明がないので、もし免税したい方は忘れずに入国スタンプを押してもらうようにしましょう。で、話が戻って、その後に、まあ、お店の人ってすごいコンピューターに向かってこうインプットしてますよね。それは、まあ、私たちお客様の、まあ、情報を入れて、まあ、それを国税庁にデータを送ってると。で、この後ですよ、私これよく聞かれるんですけど、買ったね、私たちは出国の際に税関にパスポートを提示しますって書いてあるんですよね。で、さらに購入した免税物品を携帯して国外へ持ち出しますって書いてあるんですけど、この携帯してってところをよく聞かれるんですが、基本的には出国するときに、まあ、セキュリティ抜けた後の税関でパスポート見せて、なんか必要な書類をねもらうんですけど、その時に一応ね、ルールでは買ったものを全部携帯自分の身につけて税関を通るっていうことなんですけど、ここのね、ちゃんとね、あのオフィシャルなね、観光庁が書いてある通り、まあ、化粧品とか飲料類とか、まあ、液体物は国際線はね、機内に持ち込めないので、まあ、セキュリティでも没収されてしまうので、その場合に限っては受託手荷物にする必要がありますって書いてあるんですよ。で、私税関の人に聞いたら、要は国外に持ち出してくださいっていうのが目的なので、確認する時もあれば確認しない時もありますってことだったので、なんか私の今後の対策としては、今後はスーツケースに入れて預けた荷物の中にこのね、あの、こういうのが入ってたら、もう一旦写真撮っとこうと思って、ちゃんとね、こんなの液体物なんでこんなの液体物なんで、まあ、写真撮って、あの、ちゃんと持ってますよっていうことを、まあ、証明しておこうかなって思います。ただ、私一回も見せてください、商品見せてくださいって言われたことはないです。免税の制度ですね、どんな風に変わるのかっていうのを、どっちがいいのかをちょっと考えてみました。おすすめです。これ肉なのとか聞かれても、これは私がもう愛してやまない